宮本雄二は、和歌山県日高郡日高町出身の元プロ野球選手、宇藤左田。五房商工高校時代は内野手。節南大学2年の時に保守に転校。阪神リーグのベストナインに選出されたが、目立った選手ではなかった。一般企業への内定が決まっていたが、四国アイランドリーグ創設の話を知り、その年に行われたトライアウトに受験して合格。 2005年にコーチファイティングドックスに入団した。入団後は当時コーチだった某西博士に見込まれ、マンツーマンでの指導を受け、メキメキと頭角を表した。入団1年目は、打率2割8分、5本塁打、36打点をマーク。また、保守として、高リードで、投手陣を支え、リーグ制覇に貢献し、初代リーグ MVP に輝いた。 2006年シーズンは2割8分4輪、5本類打、44打点をマーク。講師のようとして活躍し、チームの前期優勝に貢献した。2007年11月19日に行われたプロ野球ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから育成選手枠で指名された。同年12月17日の新入団選手発表会でファンに向けて一言の時、 今日は僕のために集まっていただきありがとうございます。と言い、ファンを笑わせた。2009年3月30日、支配下登録された。同年シーズンは2軍で44試合に出場し打率295を記録した。2010年からは打撃を活かすために本職である、星よりも一塁や外野を守ることが多くなった。 同年のシーズンは2軍で80試合に出場し、打率248本塁打8を記録した。2011年シーズンは2軍で54試合に出場するも打率177本塁打0に終わり、10月9日戦力外通告を受けた。12月2日自由契約公示された。引退後は和歌山県立和歌山工業高等学校で教師を務める。 ありがとうございます。